第8幕おめでとうございますルイは友を呼ぶシーン1おめでとうただいまおかえりサーシャお誕生日おめでとうはいこれ私からわあありがとうよかったら開けてみて何かなあ,あ目覚ましだ当たりサーシャなかなか起きないからすごいいろいろな声も出るでしょ こんなの欲しかったんだありがとう明日からは毎日これでバッチリだね一人でちゃんと起きてよねシーン2そんななに急がないで出ますよそんなに急がないでよ駅まで近いんだからまあそうだけど忘れ物ないよねあ切符え嘘。冗談冗談 もうやめてよ、やだな晴れてよかったね、今日またすぐ話題を変えるシーンさん、お邪魔しますどうぞ上がってお邪魔します母ですルームメイトのサーシャさんサーシャモリスですよろしくお願いしますまあようこそ、お疲れ様でしたエリがいつもお世話になっております いえいえ、こちらこそ。ご遠慮なく、ゆっくりなさってくださいね。ありがとうございます。お世話になります。シーン4いらしたことありますかあの、これ、お土産です。どうぞ。まあ、なんでしょう。アメリカのお菓子です。アメリカのものわざわざありがとうございます。サウジさんはアメリカのどちらのご出身 水入りのセントルイスですいらしたことありますかいや、行ったことはないわねご家族はセントルイスにいらっしゃるのはい、両親はセントルイスに住んでいますそう、あ、喉乾いたでしょうお茶入れましょうねあ、どうぞお構いなくシーン5優しそうなお母さん優しそうなお母さんだね実は結構怖いんだから へー、そうなんだ全然そうは見えないけどね初めてはお客様の前だからねふんいつも「結婚は?」とか「就職は?」とかうるさいんだうちもまあ親ってみんなそうなんだろうね確かにねシーン61回も帰ってないな休みの時はよく京都に帰ってくるの そうだね。お正月は必ず夏休みの間とかにも時々帰るから年に23回ぐらいかなそう私より親孝行だね私はこの2年ぐらい1回も帰ってないなそう寂しくならないまあほとんど毎週話はしてるからね聞いてみよう1出ましょうか晴れましたよ ああ、暗くなって降りそうだったから、ちょっと危ないと思ったんですけど。2, 2> 毎朝何時ごろ起きますか6時ごろですかね。週末もそう、週末も大抵は。へえ、真面目ですね。私は10時ごろまで寝てますけどね。ま僕もたまにゆっくり寝ることもありますよ。3ご結婚おめでとう。ありがとう。 お祝いしてくれてありがとうね。お主人、優しそうな人だね。うん、すごく優しいよ。時々厳しいことも言うけどね。そうなんだ。4. 何か質問ありますか休暇は年何日ぐらいありますか20日です。まあ、大抵の人は夏と冬に6、7日のお休みを1回ずつ。あと、5月にも休む人は結構いますね。 5。綺麗なところですね。そうですね。秋も春もいいけど、一番綺麗なのは冬です。ってへそうなんですか？冬に行ったことあります。はい、出張で23回確かにすごく綺麗です。そんなに見てみたいな。ぜひ行ってみてください。6。あれ、今変な音しませんでした。変な音。 何も聞こえないけど、どんな音ですか。うーん、嫌な音じゃないけど、あまり聞かない音。珍しい音ですね。誰かの声じゃなくて。はい。声じゃないと思います。うん。なんだろう。あ。別に構いませんから。そうですか。なな。川上さんは。あ。今。上の部屋で寝てます。あ。そう。 川上さんの下の名前知ってますか下の名前そう、川上何さんですかああ、聞いたことありますけど、数なんとか、えー、っと、すいません。やっぱり覚えてないです。八。ブライアンさん、ご出身はオレゴンですよねはい。じゃあ、ご両親もオレゴンですか両親は実は、えー、っと そう、なんていうんですか。あの、もう結婚してないんです。あ、離婚してらっしゃるの。離婚ですか。そう、離婚していて。母はオレゴンですけど、父は五六年前からニューヨークに住んでいます。あ、そうなんですか。九。どうぞ。お邪魔じゃないですか。今。全然。ちょうどよかったです。 こちらは今終わりましたから。じゃあ失礼します。十。これ、よかったら使ってください。あ、ありがとうございます。あ,あ、これ、新しいんじゃありませんか。実は、まだ一度も使ってないです。申し訳ないですね。ご遠慮なく。助かります。月曜日に、必ず持ってきますから。十一。あ,あ。どうしたんですか。ちょっと面倒なことになりました。 お客様からこんなメッセージが来てふーんちょっと見せてああこの人ね前にも何度もやかましくいろいろ言ってたんですけどなるほど面倒そうな人には見えなかったけど12このことを部長に相談しましょうかいやすぐには言わないでお客様には一度僕からお話ししてみましょういいですか じゃあ、申し訳ありませんが、お願いします。使ってみよう。一 a.。よく使いますか、これ。毎朝一回使います。一 b.。よく使いますか、これ。毎月十四五回使います。一 c.。よく使いますか、これ。 毎年二三十回使います。1d よく使いますか？これ毎週七八回使います。1e よく使いますか？これ毎日二回使います。2a どうだろうテストは優しそうだね。 2B どうだろう仕事はめんどくさそうだね。2C どうだろう教室はやかましそうだね。2D どうだろう部長はまじめそうだね。2E どうだろう

先輩は嬉しそうだね。3A このレストランはどうですか使ってみましょうか。3B こっちのフォントの方が見やすくないですか変えてみましょうか。3C お客様のお宅、このすぐそばですけど。寄ってみましょうか。 3D この字、小さくてわかりにくいですね。写真撮って大きくしてみましょうか。3E どうしましょうね。ヤギ部長に相談してみましょうか。3F あ、財布がない。さっきのレストランに忘れてきたのかな。 戻ってみましょうか。四。これ。明日までにできますよね。そんなことを聞いてません。五 a.。宿題。あ。ちょっと喉乾かない。すぐ話題変えるんだから。五 b.。私。結婚やめます。 すぐ変な冗談言うんだから5、C、4あ、カバン持ってこなかったすぐ忘れ物するんだから5 D、D 昨日の人、えー、名前なんて言ったかなすぐ大切な名前忘れるんだから5 e、E あーお腹すいた すぐお腹すくんだから、5F これ、親には言いたくない。すぐ親不幸なことを言うんだから、5G だめ。誰が何と言ってもだめなものはだめ。すぐ怖くなるんだから、6日本語上手だね、本当に。 すごくきれいだとみんな言うんですよ。いえいえ、そんなことないです。7A 合気道をよく練習するんですかはい、ほとんど毎日練習します。7B 学校まで歩いていくことありますかはい、時々歩いていきます。 七 c 毎週公園で走るんですか？はい、大抵毎週土曜日の朝公園で走ります。七 d 図書館で勉強することはないでしょう？いや、たまにしますよ。八すごくいい本でしょう？うん、すっごくいい本だね。 私は三回も読んだよ。九。<9 S 1> 鈴木さんも来ますかね。来るだろうと思います。十 a。ご卒業おめでとうございます。ありがとう。ちょっと時間かかったけどね。十 b。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。 でもどうして知ってんの？十 C。ご就職おめでとうございます。ありがとう。四月から頑張るよ。十 D。ご結婚おめでとうございます。ありがとう。お祝いのカードもありがとうございました。十一 A。 ご卒業おめでとう。ありがとうございます。まだ就職決まってないんですけどね。十一 b お誕生日おめでとう。ありがとうございます。あ、ケーキがあるんですけど、いかがですか十一 c ご就職おめでとう。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 十一 D。ご結婚おめでとう。わざわざありがとうございます。お祝いのカードまでいただいて。十二 A。忘れないで。はい。スマホにメモしましたから大丈夫です。十二 B。泣かないで。まさか泣きませんよ。 十二 C やめないで。ありがとうございます。でもやっぱりちょっとご迷惑かけて申し訳ありません。十二 D 笑わないで。でも変じゃないですかこれ。十二 E まだ寝ないで。あ、 すいません。でも、昨日の晩から、ずっと来てるんですよ。十三、A。どうぞ、お上がりください。ありがとうございます。失礼します。十三、B。こちらにお座りください。あ、失礼します。十三、C。お茶、どうぞ。 わざわざ申し訳ありません。どうぞお構いなく。十三 D。ごゆっくり。ありがとうございます。十三 E。ご遠慮なく。ありがとうございます。いただきます。十三 F。またお寄りください。今日はありがとうございました。 十四 a。富士山に登ったことある？あるよ。高校の時に。十四 b。冬の富士山の写真見たことある？もちろん。綺麗だよね。やっぱり。十四 c。北海道に行ってみたいと思ったことある？あるある。 毎年夏に行きたいと思うけど実はまだ行ったことないんだ D ヨーロッパに一人で行ったことあるヨーロッパあるけど出張だったからあんまりゆっくりできなかったんだまた行ってみたいけど一人じゃない方がいいな 14E アフリカについての映画見たことある？あると思うけど名前を忘れたな。十四 F。オーストラリアのお菓子食べたことある？うん。お土産のチョコレートすごくおいしいの。十五 A。水野さんは八時半までに来ないことはありません。 やっぱりね、いいですね、みじのさん。十五 B 山下さんは、アポを忘れること一度リ、ドゥ山下さんは、アポを忘れること一回もありません。よかった。大丈夫かなと思ってたんですよ。ちょっとのんきそうな人なので。十五 C 池田さんは、 仕事に時間がかかることがあります。なるほど。まあ、でもゆっくりでもちゃんとするでしょ。15.D 吉田さんは、ちゃんと報告しないことがあります。そうなんですか。それはちょっと私から話して注意しておきましょう。十五 e 和田さんは、一人で全部決めて、 他の人に言わないことがあります。え、そんなことあるんですか We do. え、そんなことがあるんですかそれは大変困りますね。チームワークが乱れますね。